足加減痛くないですか？ちょっと痛かったすいません。あ、でもやっぱ左側が痛い、うん、そうですね。自分の硬さはちょっと左の方が強いかもしれないですね。楽にしてください。いいですよ。こっちはそんなに痛くないですかね。うん、こっちは気持ちいいなって思います。でも背中に触れてるだけでこの辺でもう痛いっておっしゃってたんですけど、はい、それは取れてきた感じですかね。そうですね、うん、揺れも先ほどより、ね、揺れやすくなってますね。頭痛って今日今平した時もある状態でした。あ、まあ、大丈夫。来た時にはないかったですね。痛い。これが痛いですか？
あ、でも大丈夫。大丈夫。背中に比べると。あ、はい。なるほど。まあ、そうですね。痛いですかね。痛気持ちいい。痛気持ちいいぐらい。だいぶね、硬いですね。ママさん結構足が開きすぎちゃう傾向があって、うん、多分やっぱりそれもこの股関節だったりとか、うん、張り方にちょっと問題が、うんうん、あるんですよね。逆に開くことって足に優しくないんですか？まあ優しくないというか、うん、そんなに自然体で、はい、今のももはさんほど皆さん開かないんですよ。外側に引っ張られてるっていう風に考えられるんですよね。そのピタッと閉じるのはそれこそ大変ですから、うん、多少皆さん開きますけど、うん、脱力した時に大きく開くっていう風になるのはちょっと不自然なんですよね。あ、単純に男っぽいのかと思ってます。そうでもないと思いますね。その、うん、なんか筋肉骨格的な要因が、あ、性格ではなく、性格ではなく、でやっぱりこう抵抗が結構ありますから、うん、左右差ありますよ。左右差というか内外での差といいますかね。内側外側で、うん。やっぱり筋肉の状態硬いですよね。痛いですかね。ちょっと痛く感じてきました。その話を聞いたら急になんかものすごい足が痛いような気がやっぱりすごく足が疲れてしまっているんですよね。バランスが悪くて、あ、痛い。そこれね、回んないですよね。すごい。そうですね。これはちょっとやっぱり状態が良くなくて全身が、はい、でまあ足の方はやっぱ土台になってますので、うん、こっちで崩れてしまうと上半身も安定しないので、うんうん、まあやっぱりこううまく乗ってくれてないので、まあ肩首が辛くなったり、うんうん、っていう形で出てきますね。さっきは痛くなくなりましたよね。回すの、はい、ふくらはぎも軽くなりましたかね、うん、はい、でそうするとさっきこれぐらい開いてたんですね、うん、今これぐらいに戻るんですけど、そんな開いてました？結構開いてましたよっていうのも左足ここに来てますよね、ここ、はい、すごいベッドに近いですよね、端に、はい、で右と左右でそんな違わなかったんですよ、うん、だからこれぐらい開いてましたねでもこれだとちょっと今だと開きすぎだなって感じしますよね、うん、これぐらいのが楽ですよね。あ、そうです、はあ、だからまあこれぐらいが自然ですね、うん、もう開いてる自覚もなかった。あ、かなりね開いてます。足ガーッとこう両方足こういう感じにいつも寝るので、あ、まあいろいろありますけど、まあ、一因としてやっぱりそういうふうに筋肉が縮んだり、うん、まあやっぱりこう骨格的なことですね。あ、なるほど。